久保さん。今回、フリーエージェントスタイルにしましょうか。フリーエージェントスタイルで検索したら、まあまあ、いっぱい出てきますね <laughs>。まあまあ、めっちゃ出てくるね、これく、久保さん。フリーエージェントスタイル。画像めっちゃ出てくるわ、はい。フリーエージェントスタイル。六本木にありましたね <laughs>。フリーエージェントスタイルのね、あのー、セミナーすごかったっすね。もう毎日セミナーやってましたからね <laughs>。 毎日バックエンドは50万とか100万のガンガン売ってたんで、すげえ、異様でしたけどね、あれね <laughs>。で、立ち見でしたからね、あの時。立ち見でみんないっぱい来てたんで、すごいなと思いますけどね。うん、あれは異様な空気感でしたね。まあ、あのワわい、わざわ会長わいざわ会長室にも入りましたけど、すごかったっすね。わいざわ会長室。 まああの今ねあの一人でやっぱ生きていくっていうことがまあすごい重要になってきてるんじゃないかなと思うんですねだからやっぱ久保さんとかも僕もそうなんですけど過去の経験ですよねまあ会社をやっぱ大きくするもしくは会社が大きくなくてもやっぱ従業員がいて固定費がかかるっていう生き方っていうのは本当に圧迫するんで だ僕が決め、あの、独立して決めて、もう心に誓ってるのが、バイトも雇わない。従業員も雇わない。害虫かもしれない。己一本で行くっていうのを決めてるんですね。だから決めてるから、自分がやるしかないんで自、自分の自己責任で全部生きていけれるんですよね。だから自分の選択で全部生きていけます。誰にも振り回されない。どうですかね誰にも振り回されない、己の人生を生きれる生き方って良くないですかうん。だから、この、 フリーエージェントってどういう意味なんだろうなフリーエージェントっていう。フリーエージェント。うん。あ、フリーエージェント。ウィキペディアで出てますよね所属。所属チームとの契約を解消し、他とのチー,ムを自分他とチームと自由契約を結ぶことができる状態。あるいはそのスポーツ選手を示すと。FA と。うん。だからまあ、フリーエージェントスタイルですよね。 久保さんと今こうやり取りしてますけど、もう自由にやり取る。契約はしてないけど、もはや契約もないっていうね。久保さんとの契約も何もないけども、自由にね、フリーにこのやり合ってるっていうね。しかもあの動画の素材、勝手にフリーにダウンロードして自分の,あのとこにアップロードするっていうね。もう何の許可もいらず、お互いにやってるっていうね。一番最初は、 あの久保さんからもらった動画に関しては僕の方で一回編集してつなげてたんですけどもうめんどくさくなったんでまあこれめちゃめちゃこの,やこの形式にしてから超やり合いがやりやすくなったんですけどうーんなんかまあフリーにこう生きていくフリーにこう古いなスタイルで生きていくっていうのは本当に今の時代に合ってるんじゃないかなっていうか今のテクノロジーがあるからこそ逆にできるし昔はできなかったですからねこれね個人でこんなことは。 うん、だから久保さんは今ね、あのー、広島、僕、鹿児島でね、距離も関係ないわけですよ。久保さんね、すごくないですか距離、めっちゃ、まあまあ離れてますよね。ちょっと、広島と、広島の、広島と、ちょっと、Google マップで調べていいですか多分ね、ご近所よりやりとりしません、ね、久保さん。ご近所のやりとりより多分してると思うんですけど、広島と、 広島と鹿児島でちょっと何キロあるんだ ?600 キロですね。<laughs> 600キロ。まあ、久保さん、福山あたりだから、ちょっと福山で行ってみましょうか。福山。 620キロぐらいですね。<laughs> あ、違うか。倉敷の方だったかな。ちょっと忘れました。<laughs> 岡山に近いところですよね、今確か。うん。そう。600キロ以上離れてる人とこれだけやりとりできるってやばないですか。多分本当に久保さんしかわかんないと思いますけど、多分そのご近所ね、多分めっちゃいると思うんですけど、ご近所の人より僕の方がやりとりしてません。 これはまあ間違いないと思いますね。ご近所の挨拶より僕とのやりとりの方を多分いっぱいしてると思いますけどね。ねえ。すごくないですかこれ距離関係ないですよ。かこれはすごい時代ですよ。距離関係なくフリーにやり合いできるっていうね。すごないですかこれ。うんだから本当に今はまさにフリーエージェントスタイルっていう生き方がいいんじゃないかなと思いますね。う 誰にも縛られず生きるっていう。それが可能なので、でもそれを選ぶか選ばないかはあなた次第ですね。うん。まあ、いろんな生き方があるので別にいいんですけど、僕はもう群れない。もう群れない生き方。もう絶対群れたくないし、チームに所属したくないし、組織に所属したくないので、とにかく自由に生きる。これがモットーでございます。いってらっしゃい。